かということです、ね、じゃあ皆さんにちょっと聞きますけども、いいとこと悪いとこってどっちを見てますか。人のいいとこを見ているか悪いとこを見ているか。例えば、ね、グラスに、ね、水を汲んできてくれって頼みますね。するとね、これね、これだけ汲んできたんです。つまりできていることを褒めますかと、それともできてないところを叱りますかと。日頃の皆様はどっちですかってこと、ね、例えば遅刻がない会社を作りたいとしましょうね。そうするとですね、遅刻をする人が出てくるわけです。すると当然叱るんです。ですね、自分が遅刻がない会社が理想にしてたわけですね。ところが遅刻をする人が出てくるから当然叱るわけです。さあ聞きます。遅刻がない会社にするためにあなたは何をしましたか。わかります。遅刻がない会社にするために何をしましたか。ほとんどの人が遅刻がない会社を作るために遅刻した人を叱るというんです。でもこれは遅刻がない会社を作るためにした行為じゃないですねっていう。だからどうやって褒めてこの現状を作っていくかということが実は大事なんですっていう、まあ、これちょっとキーワードになります。例えば、ね、家庭に置き換えてもいいです。家庭、ね、まあ、特に女性なんかは結婚したらですね、宮殿に住んでベッドにはなんかこういう風なこうね、こうカーテンみたいなのが下がっててみたいな、ね、でこうベランダにこう鳩小屋みたいな時計がついてるベランダをバーッとこう見ると、ね、チューリップ畑がバーッとあってみたいな、まあ、そんなイメージを持ってませんでした。どうですか小泉さん、ね、ところが結婚してみると、ね、亭主が家に帰ってきて靴下その辺ボーンと投げ捨てね、それにテーブルに足をかけて、ね、タバコスパスパやりながらみたいな、ね、そしてねガガ文句言うわけですよ、ね、じゃあ理想的な、ね、自分のライフスタイルを築くために何をしましたかっていう、何もしてないんですねっていうことですね。で、うまくいってる人生とうまくいっていない人生、皆さんはどっちを歩みたいでしょうか。当然うまくいってる人生ですよね。でうまくいってる人生を歩もうとするとですね、必ず問題が落ちてくるわけですよ。これで問題が落ちてくると階段までかけられてしまうわけですね。そうついつい階段を降りてしまうわけです。そして何を始めるかっていうと問題の追及を始めるんです。なぜだと、なぜ遅刻するんだと、そして問題をなくすことが最大のサービスであるというふうに考えてしまうんです。そして何をするかというと問題探しと犯人探しをします。なぜこんなことをやったんだ、誰がやったんだっていうわけです。ところがうまくいってる人生を歩んでる人はですね、そんなのは気にしないんです。ガーンと進んで、ね、サービスの追求を始めます。どうしたらこの問題が起きないようにできるだろうかとか、ね、つまりどうしたらっていうんです。どうしたらもっとうまくいくかな、どうしたら理想的な会社になるかなと思う。こういう人はどうしてそんなことをするんだっていうわけです。つまりどうしてです。どうしてっていうあなたは悪いところにフォーカスしてますよ。どうしたらっていうのがいいところですよ。だから会議の中でどうしてということを聞いたら、そのどうしてをどうしたらに書いたらって言ってやってください。もう思ってるんですから。例えばその中の A さんがね、何かミスを犯したとしましょう。どうしてって。どうしても何ももう終わってるんですから。終わったこといろいろ言っても一緒じゃないですか、ね、それよりもそういう問題が起きる、ね、会社を作ったあなたの問題です実は。だからどうしてってなくてどうしたら、どうしたらっていうところにですねフォーカスした方が楽しいですよ、ハッピーですよ、笑顔ですよっていう、ね、そんなことですね。で皆さんちょっと聞きたいんですけれども、じゃあそこのお嬢さんお名前は、あ、大町さん、大町さん、大町さん、あんまり聞いたことないね。大町さんに聞きましょう。うまくいっている行動、ね、
話したり見えたり歌えたりいろいろあるでしょ。行動とうまくいってない行動って大体何対何ぐらいですか。行動です。結構うまくいってないねえ。どうですか。行動です。お、素晴らしい。大体ですねこれね8対2ぐらいで8がうまくいってて2があんまうまくいってないというふうに大体答えます。じゃあ聞きます。意識の中はどうですかと。意識の中はどうですかというとこれ逆転します。うまくいっていないことが 80% うまくいってることが 20% と逆転するわけです。なぜなら人は問題に意識を支配されやすいんです。例えば100個できていることよりも1つのクレームが起きるとインパクト強いですから、クレームに全ての意識を奪われます。100人社員がいて100人、ま、ね、99人うまくいってても1人の人から、ね、人間関係が こじれていくと頭の中はその1人の中で支配されます。で人間ってそういうもんでしょ、こういうもんでしょ。